ガブリエル・ノーデ・ガブリエル・ノーデは、フランスの師匠。マザラン図書館の師匠として知られ、近代図書館学の祖とも言われる。主な著書に図書館設立のための助言がある。パリのサンメリ教区で生まれる。裕福ではないが蜘蛛を尊ぶ家庭で育ち、優秀な成績を収める学生だった。ルモアーヌ・スーキ教のコレージュ・ド・ナバールで、修字学を学び。 その後、パリ大学の医学部に進学した。大倉省下級管理だった父に、聖職者の道を進むことを望まれながらも、出世の見込める聖職者ではなく、自らの知識を役立てる職業として医師になることを目指したと言われている。パリ大学在学時には、人文学者、ルネ・モローやモラリストのピエール・シャロンの影響を受けた。20歳の時に学費を得るため、 ハリコート本委員長、アンリドメームの施設図書館、メンミアーナ図書館の責任者となったことが、ノーデの図書館人生の出発点となり、ノーデの図書館に対する哲学としての図書館設立のための助言執筆につながったとされている。この頃、ノーデが学んだ医学は、迷信的な療法から近代科学的療法に変化しつつある時期であり、ノーデは、 科学的根拠を持った考察によるいくつかの書籍を出版している。1626年に脳ではドメーム教の許可を受けてイタリアのパドバ大学に留学、医学の研究に取り組んでいたが、父の死去により医学の道を諦め、パリに戻った。1631年、パリに戻った脳では、ジャック・ド等の図書館師書ピエール・デューピュイとローマを訪れ、デューピュイの紹介で、 ローマ教皇庁大使のダバーニョ、バルベリーニ教のそれぞれの私有図書館を手伝うことになり、イタリアに11年滞在していた。1642年、フランスの最相リシュリュー数奇教に招かれて、パリに戻るが、同年末にリシュリューは亡くなり、次に最相となったジュール・マザラン数奇教の創設した、マザラン図書館の司書となる。マザランは、 指定の図書館を一般公開する構想を持っていたが、これはすでにノーデがかつてより提言していたものであった。ノーデは通りに面した場所に扉を設け、人々が通りから直接図書館に入れるようにしたという。マザランはノーデに蔵書管理の一切を任せており、大量の資料収集のための旅費や蔵書を収めるための屋敷回収なども多額の費用を投じて行っているが、 1642年から1651年まで、ノーデがヨーロッパ中を奔走して集めた本は4万冊以上に上り、その結果、マザラン図書館はヨーロッパで最大級の図書館となっていた。しかし、1648年にフロンドの乱が起きると、マザランはその地位を追われて亡命し、財産は没収された。マザランの首には懸賞金がかけられていたが、 そのための金を調達するために、マザランの蔵書は、競売にかけられ売却されてしまう。脳では自らそれらの本を購入し、産逸を防ごうとして数千冊の本を救ったと、されている。1652年、スウェーデンのクリスティーナ女王により招かれて、蔵書管理を行うべく、ウプサラに渡ったが、折り合いが悪くなり、フランスに帰国することになる。しかし、 翌1653年、帰国の途上に国境近くのアブビルで病に倒れ、アミアンで亡くなった。去年53歳。現代は、アドバイズ・ポア・ドレッサーユヌ・ビブリオテック・プレザンテア、マンシーにあるプレジードンでメスム。脳で27歳児に交換。徹底した学術的価値のある図書の収集及び、利用者への公開を解き、近代図書館の理論的基礎を築いたとされる。 図書構成論としては、古典とともに、新しい科学の著作、論争のある主題については反論書、原書と翻訳書の所蔵を求め、公平な選書、原書と二次的著作の系統的収集を唱え、全体の3分の1を抑えて、図書コレクションの質の大切さについて言及している。あらゆる領域を網羅した蔵書の必要性についての考え方は、構成の図書館経営論に、 大きな影響を与えた。表題に、名務会長閣下に提出するとあるが、脳では、賢事の中でド名務教に対し、このような不尊な表題で忠告めいたことを意見提示するのは、自らの経験や理論に価値を感じたうぬぼれなどでは、なく、ド名務教の図書館を、フランスで最も有益な図書館にするための誠意と、率直さから来るものだと趣旨を述べている。その他、 医学論文の著述も行っている。ありがとうございます。